動くな。シンディー、そんなとこに何しに行ったのよ。あんた誰よ。なんで心臓発作起こしたなんて知ってるの。じゃあ誰にいやらしいこと言ってたのよ。とんだ失礼を。お向かいに住んでいます。私、名前はマーシー、マーシー・ダルグレン・フロスト。ダルグレンは旧姓、フロストが結婚後の名前。今はまた独身になっちゃったけど名前はそのまま。名字が2つあるとかっこいいでしょ。実はシンディをお昼に誘おうと思ってきたんですけど、いないみたいだから。あなたお暇。エミオーレス、よろしくね。早速だけど人を待たせてあるの。一緒に来る？バレエであげたんだけど、逮捕した警官が車に仕込んだものだって言い張ってるわけ。これがその警官、その男と連れの女を殴ってるわ。じゃあ行きましょう。会議室よ。あとでバレエも行こうと思ってるの。内務監察官は他の警官の模範として尊敬されてるってのが課長の口癖だけど、あれは嘘っぱち。我々は嫌われ者よ。波の警官よりもガッツがあるからね。内務監察官に行くのは早く昇進したいからだと言われてるけど、昇進しやしないわ。嫌われて怖がられてるってとこね。納税書類は入手不能です。機密扱いで。検事局が断られたのは初めてです。オズワルド関係の CIA の資料も請求しました。ウォーレン報告にも出てる部分で、全部で1200も書類があります。でも全て門外不出です。全部が国家安全のための機密扱いで、小学校の記録だけくれました。でも体のムダ毛と同じね。孤独な子供で父親なし。17歳で海兵隊へ入隊。ロシア語を学ぶ。マルクス主義者を装う。しかし日本で極秘の空軍基地に駐屯。 U2 機でソ連上空のスパイ飛行を開始。海兵隊を除隊した理由は、表向きは母親の病気。自宅に3日間いて、それから203ドルの貯金しかないのに1500ドルの航空券を持ってモスクワへ行ったわ。こうやってるのよ。30分よ。もしかしたら、あのね、主人があなた方が一緒のところ見たって言うから。でも門は開けなかったわ。どこの誰だかわからない人をむやみに入れるわけにはいかない。あら、ごめん。やっぱりだから木の番号を教えなかったの。だってうちの人頼りないし。もういいのよ、行って。行き先を一切。ちょっと待って。メキシコって言うと、そうね、シウダーフアレスは急行じゃないけど2時間後に出るのがあるわよ。片道ですと30ドル55、往復ならあと20よ。あの、すいませんけど、チケットは30ドル55セントですから。それは分かりました。ですけど、チケットは30ドル55ですから。何なの。出てって。
一石二鳥ってやつね。ミキはいい子だけど、映画が動機っていうのはいただけないわ。通用するわけないのにね。頭がおかしいとしか思えない。私は正気よ。動機が今風じゃないだけ。昔からすっかりおなじみの復讐ってやつよ。よくも息子を殺したわね。その恨みを晴らす、これ以上理にかなった人殺しがあるかしら。捕まるもんですか。足がつくのはミキだけ。この刑事の銃で彼がみんなを殺した。でももっと都合のいいのはあなたにも別の刑事の銃を持ってもらうことね。あのカナッペのところもう一度聞かせて。白のタキシードのこれはどう？それじゃあ、もっとトラッドで地味なこっちは？でしょ？はい。あ、マギー、花嫁はこれでいい？ペティトラウト。ええ、マギーのパーティーや。こっちにいるならどうぞいらして。マギーが今度こそ出しをしないことを祈ってます。いえ、ショーンは成績もほとんど A ですし、陸上部でも活躍してていい子です。ああ、前にはいたんです、リンダ・カークランドですけど、それは1年くらい前で、しかも1ヶ月持たなかったと思います。何です、これ。そう、うちは違う。謝ることがあるの。今思えば言っとくべきだったんだけど、先週あの子フラフラで帰ってきて。それで自転車乗って帰ってきたの？月にどのくらい飲んでるの？誰かが車で引いて乗せて行ったの？わからないばっかりじゃない。捜査って何してるの？それじゃもうどうにもならない。要するにそういうこと。私は死ぬの？また手術をしてちょうだい。転移したところを全部取り除いて、できる限りね。残された時間を少しでも引き延ばして、看護師さんにメニュー持ってきてもらって何か注文しましょう。話が終わったところよ。チューブを外してちょうだい。退院するわ。明日娘の誕生日なの。祝ってやれるのはこれが最後。いえ、良くなった。手術でごめんね。あと 2,3 日は退院できない。おばさんに電話して迎えに来てもらって。来年埋め合わせするわ。来年誕生日に特別なお祝いをしてあげる。こんにちは、カービィ。夜は雨降るってね。キャットフード買ってきたんだ。旅行中預けてた施設のはジンク氏の口に合わなかったもんで。そう、バカンスから戻ったところ。3ヶ月の長期バカンスよ。船旅に出るって話したでしょ。写真撮ってきてって言ったじゃない。木曜にできたら見せてあげる。ギリシャが最高で、島が本当に。あら、そう、そっか。じゃあ、私知ってる。ペンキ缶が当たって船から落ちかけたの。一緒だったからさ、イタリアのナポリをクルーズしてたんだ。お祝いに来たんじゃないから。また結婚するの？ずいぶん早いのね。奥さん殺したって彼女に話した？それきり誰にも連絡がない。私にもご実家にも。突然この世から消えたの。話してないのね、やっぱり。ダメ、私に触らないで。騙されちゃダメよ。逃げられるうちにお逃げなさい。どうぞ結婚すれば。行方不明にされないよ、頑張って。別人です。状況は同じよ。この人が罪人だってことに変わりはないの。血も涙もない人殺しよ。
3年前に交通事故で突然奥さんと息子を亡くしたのよ。電話してくれて正解よ。はーい、ベイビー。あー、旗織り機を買ったのね。素敵じゃない。どうして旗織り機を買ったの？レナードに呼ばれたの。シェルドン、友達はあなたを心配しているのよ。あの短期は父親譲りね。目は私よ。科学の才能は神様の贈り物。私には聞かないけど頑張ってみて。チキンを作ったの。大丈夫だといいんだけど、インドでは魔法の動物だとされてる。ストップロスよ。失礼。こちらこそありがとう。キング軍曹、会いに来てくださって。こういうことは気が重いのに。ありがとう。いいのいいの、続けて。ママはいないと思って。あ、ダメよモリー。ほら、マスターやめなさい。これちゃんと取れてるかしら。モリーに誕生日おめでとうって。大きくなったわね。いい、アンディ、ちゃんと分けてね。大学に持ってくもの、屋根裏にしまうもの、あとはゴミを。でも今日はゴミの日なのよ。ほら、簡単でしょ。スケートボード、大学、野球のトロフィー、屋根裏部屋、リンゴの芯、ゴミ、あとはやって。ちょっと待って、もう少し余韻に浸ってたいわ。そんなに楽しいことばかり追求しなくてもいいんじゃない？なるほど、つまりあなたの人生最悪ってわけ。完璧になれとは言わない。思いやりがあれば、うちは余裕なくて州内の大学行かせるのが精一杯。スーパーのレジでね、名門大学出た人がやる仕事じゃないわ。パパの会社も大勢リストラされてるの知ってた？知らないわね、自分のことしか頭にないんだから。今の高校だって贅沢よ。ミゲルがサクラメント校の前でナイフで人が刺されるとこ見たから心配になったの。ウィン、久しぶりね。覚えてる？いいえ、遅くはないわ。ここへ来たのはあの人のためじゃない。私のことはいくら憎んでもいい。こうしてあなたと会えてほっとしてるの。これで私たちはやっと安全なのよ。咎められたらトイレを探してたっていうわ。行ったけど入れなかったの。水攻めの尋問中で。やだ。いやね、冗談よ。ちょっとしたブラックジョークよ。誰も死なない。本当にそんなことしてたら死んじゃうけどね。私はただあなたの顔を見たかっただけ。声を聞いて絆を取り戻したかったの。モリーが赤ちゃんの頃からある古いランプよ。もらってくれて嬉しいわ。